リューベック・プットガルテン線とは、ドイツ連邦共和国シュレースビヒホルシュタイン州、リューベックのリューベック中央駅から、同プットガルテンのプットガルテン駅に至る全長 88.6km のドイツ鉄道の路線である。渡り鳥コースの一部を形成している。1881年9月30日に、オルデンブルク地方鉄道によりノイシタット オルデンブルク間 23km が建設されたのが始まりである。リューベック方面へは当初はオイティーンのイシュタット線経由で結ばれていたが、オイティーンでの乗り換えが必要であった。1928年7月1日にドイツ国営鉄道によってリューベックのイシュタット間を直接結ぶ路線が開通した。1920年代にはすでにドイツ国営鉄道と デンマーク国鉄の間には、フェーマルン海峡を横断するプットガルテンロービューの鉄道連絡線を設定する構想が存在した。渡り鳥コースの具体的な建設には、計画が立てられたのは1940年のことであった。1941年9月に、ドイツ側、デンマーク側の双方において建設工事が開始されたが、 戦局悪化に伴い1943年に中断された。1949年に建設工事が再開された。旧グローセンブローで空軍基地跡にはグローセンブローデ不当が建設された。1951年7月15日には西ドイツ国鉄及びデンマーク国鉄がグローセンブローデ不当からファルスター島のゲッサーへの鉄道連絡線の運行を開始した。 グローセンブローでプットガルテン間を結ぶ路線の建設工事は1958年に開始された。1963年5月14日にはフェイマルンスンド橋が開通し、渡り鳥コースは現在の形となった。同時に鉄道連絡線もグローセンブローで不当発着からプットガルテン発着に変更された。フィン島とシェラン島を結ぶグレートベルトリンクの建設により、 ハンブルク・リューベック・コペンハーゲン間の長距離列車の輸送量は顕著に減少した。2007年12月からはドイツ鉄道の i c t d 及びデンマーク国鉄の IC3 型の運行が開始された。ICEECICRB が運行されている。ありがとうございます。